よっしゃ、じゃあ続いていこうか。はい、マイク入ってるな。よし、行こうか。はい、5月めい一月か一月や一日じゃない、長すぎるやろクソ長かったから、ね、遊園地行ってその日のうちにあれやぞお前お弁当を作ってくださいってことなんですよハードすぎるわ。お願いします。はい、音量があって大丈夫。よし、5月よし、はい、あ、そうそう、こう、はい、どうぞ。あ、学校行かなくて俺が読むか頑張ってね。んこんな時間に誰、もう出る時間なのに。はーい、誰だ起きた、誰だっけ。やすくん。あ、やすくん。おーし、やすくん、どうしたの。お迎えに上がったっす。やっぱり恋人たるもの、登下校を共にするのがいいと思うっす。はあ、はい、ちょっと言うな。そっか。ほうほうほう、まあ、知りたいな、一緒にな。というわけで、一緒に学校まで行きましょう。そうです。で、君がこっちが。これから毎日お迎えに上がるっす。授業とかどうすんだよ。どうすんだよ。めっちゃ早起きてる、めっちゃ早起きてるじゃん。お迎えに上がるって、なんだか彼氏というより羊みたい。羊時間はみんなあるけど。ありがとう。みんな羊時間しかない。また。お気になさらずっす。はい。もう準備は OK ですか。うん、カバンを持てば大丈夫。ちょっと待ってて。何、了解っす。なやなや、おい、行くんか帰ってきた。あの言葉遣い直してもらった方がいいかな。でもね、あれも個性みたいなもんじゃないですか。でもあれ以外の言葉遣いできなかったらどうしよう。バカにしすぎやろ。めっちゃ怖い。さすがにそれはないかな。さ、お待たせ。それじゃあ行きましょう。よっしゃ、行こう。あ、お荷物お持ちマジ執事やから。え、いいよ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 、遠慮しなくていいっすよ。いいっすいいっすよ。だってそんなに重くないし、手持ち無沙汰になっちゃう。ほうほう、この点はご心配。あ、なんやなんや、まあ、なんや。え、俺の手っていうのは。うわくせ、うわくせ。それはちょっと臭いな。そう、そういったつまり手をつなごうってことで。それは臭いな。どうしよう、カバンを持ってもらう。私がいい。いや、任せるな。持ってもらうか。恋愛マスターな。持ってもらうか、ピチャさんに。持ってもらう。それじゃあ、お願いしようかな。ハート入ったね、今。ハート入りました。はい、来ました。はいはい。落とさないし、バーン。はいはい。手をつなごう、バーン。ところどころ巣が抜けるのいいよな。なあ、すごいところ。と、近っ。といえば、もうすぐゴールデンウィークっすね。え、もう夏ゴールデン。5月って設定やん。もう夏終わっちゃうって。そうだね。どこ行きたいかな。どこ行きたい。5月って何があるかな。川、いや、川はまだ早い。5月やろ。5月ってどこ行きたい。ゴールデンウィークやろ。無難とこで言ったら映画とか遊園地やな。遊園地行ったけどな。それデートのお誘い。もちろんっす。やっぱりデートは二人が好きってところに行くものっす。いいですね。そう思いません。まあまあ、そうなのかな。まあ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 、そうだね。ニコニコよ。ウキウキではないの。ニコニコやな。あ、え、ボタン間違えてる。いきなりシクシクした今。シクシクした。デートをやめにします。あ、これ三角か。とにかくデートは2人が楽しい。まあまあまあね、バットの方ね、やっぱ見ていかないとね。ヤス君バリ傷つくやろ。ごめんやん、ごめん。キュウリ泣き出したら。キュウリ怒ってはないからな。わかった、怒ってないから。何しろ5連休ですからね。5連休なんか、ええな。もプラン立てないといけない。いや、毎日行くつもりだよ。ハードすぎるやろ。宿題は宿題、高校生やろ。宿題は出てるやろ。また頑張ってくれるんだ。もしとかなら、もし。あれあれあれは、いつ、いつ、あそこ、今気づく。あれやんな、ヤス君結構こっちのプラン全部無視してくれるような予定とか。激しいな。お待たせしました。ゴールデンウィークのデートプランス。なるな。
てん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 。な、なにこれ。なにこれ。なんだこれ。何があんの。1日目は映画館。2日目は水族館。まあまあ、3日目は。3日目は。嫌な予感はしたけど。5連休全部で。休みじゃないよな。やべえ。ちょっと安くん。はい。何か質問ですか。別にゴールデンウィーク全部デートしなくてもいいんじゃない。正論。せっかくの休みなんだしからさ、ゆっくり休みたいよ。ダメっす。うわ。そこはあ、そう、それじゃあっていうの。そこは無理やりか。好感度急上昇を狙える絶好のチャンス。これを逃す手はないっす。お前もゲームしてんのか。お前もゲーム気分なのか。好感度って。あの超難関と言われるシオンちゃんだって。誰シオン。ゴールデンウィーク連続デートで通常から有効になるっす。誰やシオンって。シオンちゃん通常から有効。というわけでノンストップで行きますよ。じゃあ行くか。ノンストップで行くか。でもラブチャンスを逃したらラブチャンス。ラブチャンス。個人的にはプンプンがしくしく行きたいけどな。これ肯定してあげる。ウキウキしてあげるか。ウキウキしようか。楽しみだぜ。楽しみだな。こういつか連続はそうですよね。俺たち二人のラブチャンス。ラブチャンス。絶対逃さないっすよ。怖えな。なんかノイローゼとか。かかりそうやな。っていうかなんかどんどん安くんが病んでるっていうか束縛系男子に見えてきてる。束縛系やろ。確実に束縛系やろこいつ。もうちょっとないい声通っていいかな。遊園地のデータを5日間繰り返すの。うわぁきっつ。絶対間に使わない。これはなんとかして説得しないと。あ、出た出た。お助けキャラデータ番長出ました。この声は、この声は何だと。博士データバンク、データバンクの登場って突然見えたよ。見えたよ。何がヤッスンのデータは全てゲームから来ている。まさか本当にギャルゲーしてたってこと。いやこれはちょっとな。本気でこいつオタクってことか。つまりオタクってことか。あ俺たちとしてた。いや、ヤスの好感度がみるみる下がっていくよ。あギャルゲーか。ダメだろ。相手は人間なんだから。俺は分かってるっす。分かってないよ。だから俺は雑誌とかネットとかを駆使して。その努力は認めるとか。お前の声小さいねんけど。データさんさ、小さいよな。相手の都合ってものはな。ある学者によって学者によって、ああ、レーデッキあ、くるくるルーダス、そうなのあったあった、マジでルーダス僕が思うに、君たちはそのどのタイプつまりちゃんと恋人同士に慣れてないってことさ。だってさ、なんかもうデータ番長と付き合いたいんだけどデータ番長やな。いい人やな。ズバッといったー。ガーン。よかった。ガーンって俺がつけずに済んだ。セルフで再起動させた方がいいと思うぜ。再起動いやな。そんな BGM、 そんな分かったっすよ。分かったっすよ。俺のお悩み解決を邪魔しようとしてその手には乗らない。ほうほうほう、そうくるか。君もそう思ってる。ね、間違ってないな。博士の言うことは聞かなくていいっす。お、これはバトルか。お、バトル始まるか。なんか来た、また来た。僕は俺の出番か。番長。お前らの番長じゃない。レイさん。レイアイさん。呼び方が。早いやな。あなたも僕の意見。嫌われちゃってると思う。曲オープニング。マジっすか、マジっすか。クトゥンさ、喋るときにはさ、ちょっと音量下がんな。なんか BGM かな。ほら、あ、お前また。お前のやり方、本当にエンジェルを救えるか。エンジェル、マジエンジェル。
と考えると、いい人やねんな、あの人もな。やはりな、今日は本当にすみませんでした。めっちゃしょんぼりしてるめっちゃやばいぞやばいぞ、これはもっと激しくなるやつやで。って言ったらちょっと調子とかしちゃうからな。私が来た時何も言わなかったのは、君も俺のお悩み解決がおかしいって感じてたってことですよ。それは修行修行無駄でした、ね、わざわざあれ2つに分けんでよかったんですよ。なんて声かけよう。いやどっちでもいいと思うけどな。なんやろな、嬉しかったか。でおかしくない、でもこの内容でおかしくない、別に関係なくない、気持ちだけは嬉しかったよっていうこう。ここは素直にいこう。お互い黙り込んだぞ。やすくん少し時間、これやばいぞ、バッテンだから。考えて、きっと君の悩みが解決できるようにするっす。はあ、うん、考える。5月終わり、5月これで終わりかな。いやまだあるやろ、入ってきた。これからどうなるんだろう。やばいぞ、知られてるから見た。別れようってきたらな。今日は本当にすいません、いろいろ考えてみます。もしいい案が思いつかなかった場合は番長に悩み解決を代わってもらおうと思うし、あ、やばいぞ、これはパッドエンディングか。番長に代わるって、そんなあんなに頑張ってくれてたのにこのままじゃ良くないよね。人に頼ってばっかじゃダメだ。私もどうやったら恋を知ることができるか考えなくちゃ。はい、5月中、いやまだあるはず。終わった。え、終わってないの、これ朗読、軽いロードじゃなかったっけ、そうだったっけ。あー、 BGM なんかもう BGM は悲壮感漂ってんねんけど。待って、今日からまた学校っすね。今日はずっと学校にいるので何かあったら。え、ゴールデンウィークどこも行ってない。やばいまだいいや、お前疲れないっす。やばいやばい、あの時やっぱ点悪かったか、嬉しかったよ。ゴールデンウィーク一度もやすくんと会わなかったな。やばいこれで終わろう。って別のゲームやるか。もやもやしちゃったよ。やばい。私も私なりに考えてみようと思ったけど全然浮かばなかった。そりゃそうだよね。簡単に分かったら番長に助けを求めないもの。どうしたの、ため息なんてついて。ちょっとね、しんどいやな。こっちもね、勉強大変。ちょっとね、しんどいのよ、分かってもらえるお前。元彼氏、元彼氏作らない同僚の。どめ、恋人って何、どういう関係ですか、メリーさんか。恋人、あ、どうも、あ、メリーさん、トークされた。紹介全くしないから。はい、メリーさんはどう思いますか。もう、どういう関係。どういう関係になれば、その変な意味とかじゃなくて、どういう風なことを思い、どうなれば、ね、私は分かんないんで。くちゃねえし、難しいですね、こういうの。くちゃねえし、哲学の方向に行っちゃいそうなんで。くちゃねえしは分かんないんですけどね。メリー氏ならやっぱりね、分かると思うんですけど。どうなん結局どうなるな。仲いいだけやったら結局友達とかと一緒。友達やな、仲いい友達。仲いいやったら別に一緒やん、ぶっちゃけ一緒やん。どういうなったら、その体関係とかじゃなくて、ああ、どういう気持ちになればな。いや、だからもうさっきから流れてくるのが一緒やんか、人を防いでさ。とりあえず行こう。別に好きとかやったら友達とも一緒やん。はい、続けるのね、この話。はあ、はあ、まあ、ほらほら、やっぱ言ってるやん。やっと好きになったんだ。え、だってあんた、自分が彼氏できないからって、人ののろけ話とか聞きたがらなかったじゃない。そりゃ聞いてたらか、虚しくなるもん。だから恋の楽しさも恋人ってどんな存在かもわからないのかも。え、ってこと。あんまり、とりあえず私ののろけ話を聞けって言いたいね。こう、私こんだけラブラブしてます、どうみたいな話を聞けと。うわ、あ、来た。これはヤス君、失礼します。
拠点にしている拠点拠点って拠点そうなんだ、ありがとう。え、待って、恋愛番長とは、うん、同級生なの同級生なのか。いや、なんかさっき先輩とかには普通にさ、はい、敬語使ってたり、うん、そうな感じをしてんやん。あ、年齢不詳。年齢不詳、うん、あかんわ。年齢不詳、唯一はてなってたあー、BGM あ、やすくんテンション低っ。やばい、元気ない。やばいぞ。少し考えてみるって言ってしばらく経つけど、何かいい案思いついたの？これといった成果がない。やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ。番長が解決したエンジェルのお悩みデータを見たり、はあはあ、恋愛関連の書物を見たりしたんですけど、はい、恋はいいってことは分かっても、ほうほう、どういう恋人っていうのかもね。えまあね、あるからね。あれはしんみりしてんな。まだあのさ、やすくん、私も手伝うよ。2個目で、なんかしんみりすんの、いきなり。上どうやったら私たち恋人同士になれるか、私も考えるのを手伝う。ダメっすよ、ダメっすよ、そりゃ君は相談者なんですから、うん、手伝ってもらうわけにはいかないっす。意地張るなよ。でも苦戦してるんでしょ。意地張るなよ。でも彼女は、彼女は彼氏が悩んでても見て見ぬふりしていいと思うっす。そうっすよね。どこどやるけない、それは。よし、怒れ怒れ、パチン怒れ、プンプンしよう、プンプンしよう。これはプンプンや、これはプンプンやな。これは絶対プンプンや。嬉しい、嬉しい、どっちやねんお前。嬉しいかよ。嬉しいっちゃいねんお前。嬉しい、あの言動コロコロ変わりやすく。やばいやばい、とにかく情緒が、情緒が安定。いいっすか、いいっすか。そうっすね、お前そうっすねって分かんやけど、お願いするっす。はい、じゃあまずはもちろん提案。何ですか？聞き込み調査。調査ね、その誰に聞くんだい？泉やろ。泉っち、もう元同盟の同盟泉に。デートは2人でいつも結構立ててるの、うん、たまにデート本番よりも本番計画立てる方が楽しかったこととかもあるよ。あ、計画立てるだけ立ってて結局彼氏の家でゴロゴロしただけってこともあったな。あ、それは残念だったっすね。その後、うん、その後点点だ。その後点点点。あが。その後点点やろもう。どうせニャンニャンしてねえから。ニャン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 。あと花やろ。謝った。謝った。うわ、やりやがった。やりやがったなこれ。あれこの場合の謝ったあれがデートおじゃんにした方の謝りやからな。なん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 。そっちじゃないな。ないよかったよかった。恋人にはいろんな形がある。近場低予算だ。近場亭屋さん、ノープランだ。ノープラン。俺が考えてたものとは全然違う。どういうこと考えたの？あれやろ、デートは必ず遊園地とかそういう。遊園地行って10コイン払っていくみたいなやつ。10コイン払っていってで結構良かったことかやろ。すごく好印象だとか。言ってることはバラバラだったんですけど、うん、恋人のことを話してるときみんな揃って笑顔だった。はあはあ、ほうほう、スマイル、スマイル、スマイル。そうだね、そうだね。あの笑顔を見て、え、どっちでもよくない？どっちでもいいよな。な、なりたいな。なりたいな。そういう風になりたいな。なりたいな。まあね。ドキッて。おい、そうして見せるっす。そうして見せるっす。かっこいい。かっこいい。かっこいい。やすくん。やすくん。抱きつけ、抱きつけ。はい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 。手順。プランバーンって行こう。タックル、タックル。いいデートプランができそうな。A B C 飛ばしてなんかもう D ぐらいはいってるから。タックル、タックルしよう、タックル。しかもまだ学校やぞ。学校タックルやろ。金メダル級タックルしよう。もうあれよもう。友達とどこに出かけることが多いですか。どこかな。カードショップと。完璧もうオタクのそれやろ。カードショップやろ。
カラオケとかウィンドショッピング、あブティックとか女の子好きそうやな、ブティックとかカラオケか、デュエットの反応は苦手、いやこの間番長たちとカラオケ行った時、うん、こそうやな、ハードロックお前のとあのアニソンやねんやろ、だってギャルゲーしてたらアニソンやろお前、ヤスくんがハードロック聞きたい、あの番長たちとカラオケ行くっていうのがもうすでにもう苦行っぽいけどね、絶対やばいで多分、うん、やばいよな、フリータイムええとフリータイム、なんかもうなんか安くんな、一応射程って位置やからさ、うん、みんなのドリンクバーをついてくるとかいう地獄でこっそりなんか全部混ぜてくるんだな今の方がしっくりきてくる、何ですか今は他人、マジなってたんすか、全く気づいてなかったよ俺は気づいてなかった、さすが女の子は気づくかな、そういうとこな、そうじゃなくておお、ここからね、卵で話してほしいなって、なるほど、卵でな、あれって敬語に入るかどうかまず怪しいけどな、うん、なんとかっす、なんとかっす、おっす、なんとかっす、あ、頭悪い、侵入したいみたいなお願いします、わかったっす、わかったっす、わかったっす、たまに出るかもしれないけど、けど照れてやら、照れてやら、ゆっくりでいいよ、ゆっくりしましょう、ゆっくりしていってね、ゆっくりしていっていこう、恋人同士っていうのはそういうものなのかもね、自分たちのペースでゆっくり行けばいい、うん、そうそう、ゆっくり行けばいいね、初デートの時の遊園地もそうすればよかったって、うん、今後悔し始めて、あれって俺に引っ張り回されて疲れてたな、それはそれははっきり言ってくれていいよ、うーん、博士にダメ出しされるはずだよ、はっきり言うとね、そうだね、恋の道では2人で並んで歩いていくものなんだ、こういうこと言ってるね、いやいいやもうこれで終わりやろ、うん、あと20日ぐらい待つんだ、これはこれはこれはニコ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 丸やな、ニコニコはい、グレートいいっすね、これでプープーしたらバレ面白い、大丈夫だね大丈夫だ、今度はノープランでもデート行こう、それはちょっとちょっと考えてくれないかな、二人で気になったところに入って、絶対これあれやで、あのそのうちサイゼリヤで時間つく、はい、時間つくしなドリンクバスと飲むやつな、あのじゃあなんかあのピザとなんかチキン食うやろやることなくなって2時ぐらいに解散する2時ぐらいに解散して今日何してたんだろうなみたいなよし、よく行った、よく行った、よく行った、お、恋愛番長、番長、番長出ました、番長番長 BGM、 番長専用 BGM 番長専用 BGM、 なんで番長たちっていい、ちょっと、今のさ、歌がさ、あれ分かる、歌さ、なんかふわふわ入ってくるやん、はい、なんとか、お、番長も、番長もいいな、こういうな、考えすぎなんだよ、恋愛は考えるより感じろ、お、いいよ、名言名言名言、いつもお前に言ってたことはこういうことだ、こういうことだ、はいはい、俺まだまだだったっす、だっす、よし、これ張り切るんだぜ、張り切るんだぜ、もちろんっす、もちろんっす、あ、熱い熱い、カルコちゃんついていけない熱い空気が住宅、今日は本当にありがとう、あ、どうもこちらこそ、はい、ありがとうございます、ありがとうございますこの調子で君の悩みを絶対解決してみせる、まあ、今回しんみり返ってけどな、なあ、はい、解決しこっちやばかったな、あの悲壮感とだよ、そう、強かったな、話やな、よろしくお願いします、お願いします、やすくん自信に満ち溢れた顔してるな、俺実はすごくホッとしてるんだ、そうなんか、え、ほらメールで送ったけど、うん、答えが出なかった、ああ言ってたな、言ってた、誰と変わるつもりやったよな、番長の方が経験豊富だし、あの番長って恋愛番長じゃない、絶対君の悩みを俺よりもどうなんか、番長ってこいつとか番長やろ、それ以外の人ってなんて言ってんの、番長って言うんだよ、みんな番長やねんやろ、なんで番長、一応番長って言うの、番長やねん、でもじゃあ番長のあれじゃん、先輩のことを先輩って言うみたいな感じじゃん、セクシーセクシー番長、セクシーっていうのあ聞いてなかった、そんなことない、そんなことない、そんなことない、あ、クリックセーブしちゃった、そんなことない、そんなことない、そんなことない、
あ、分かった分かった、聞いたかったけど番長の方がうまくいくって思っても、うん、初めて番長の変わるみたいな話だ。あからか、そんなことないよって、あんたも全然大丈夫みたいな話か。いやで、だからほっとしてる。よかったな。ちょっと今の嬉しかったかも。お、来ましたね。かもかもかも。もう家着いたね。クソみたいな。それじゃあまた明日学校で。またまたまたお会いしましょう。うん、またね、送ってくれてありがとう。はい。このくらい安いご用。はいはいはい。だって俺は君の彼氏なんだから。彼女じゃない。彼女。これからまたよろしくね、やすくん。でもこれ妄想だろ、でも自分で言ってないだろ。お、これ終わりかってことは。5月これだけ ?1 ヶ月あれじゃない、悩み続けてなんか。まあゴールデンウィークあれやもんな、結局デートしてないし。めっちゃ上がった。めっちゃ好感度はすごい上がったな。やべえ、いまだに崖っぷちパンチが。崖っぷちだけどな。よっしゃ、進めましょうか。でも多分この調子でいってもさ、好感度最後まで上がらなさそうやねんけど。上がらんよな、無理じゃね。途中で一回俺らあれやミスちゃったやん。まあな、大丈夫やろ。でもよし、ってことで今回はこの辺で。ありがとうございました。じゃあ次の回もお願いいたします。さよなら、さよなら。